ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶が1月27日水曜日の天気をお伝えします。低気圧が接近することで東日本や北日本では天気が下り坂、午前を中心に雨が降ります。特に東海から関東、太平洋沿岸を中心に雷を伴って強まる恐れがありますので注意が必要です。東北や北海道は午前は雪や雨が降りやすくても、だんだんと止み間が増えそうです。ただ北海道日本海側では風が強く吹雪く恐れが続きますのでご注意ください。西日本の地域では晴れて日差しが届いて洗濯物もはかどりそうです。気温について見ていきますと、引き続き気温が高く寒さは控えめとなりそうです。ではここで天気の移り変わりも見ていきましょう。7時から時間を進めていきます。西日本はだんだん日差しが届くところが増えそうです。東日本や北日本も午前は雨が降りやすく、通勤通学の時間帯は傘の出番。ただだんだんと午後は日差しが戻り天気が回復します。夕日のチャンスも広がりそうですね。朝晩と日中との気温の変化にも気をつけてこの時期はお過ごしください。